こんばんは。今ツイッターを書いています。いや、まあ、眠い、ごめんな。いや、眠くてしゃあなくて。マジ頑張って、ギリ。明日もあるから、ごめん、全然喋れない。マジで配信ちょっとね、諦めようかと思ったんだけど、起きれちゃったからね。起き上がれちゃったから申し訳ない。ちょっと前髪変になっちゃった。ちょっと待ってね、まずツイッターをね、もうちょっとなのでやらせてください。すいません、あともうちょいで終わる。これでどうだ。アップロード中。イエーイ。できた。マジで。こんばんは。すいません。お待たせしました。今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児。すみなさい。そなたもろもろお疲れ様です。土日、昼夜半分頑張りました。明日も2公演あります。全部で4公演。すごい楽しいんですがね、生誕祭ということもあってボリュームが大きいので、どうしてもね、もうちょっと朝からやるともうこの時間にはお眠でございます。とっても楽しいんですけれども、ちょっとお眠でございまして、もう今ね頭ほとんど回ってない状態でございますが、今日はね、私はあれですけれども、みんなオールナイト富士恋、出演生放送してからみんなね直で来てるのでね、もう寝てんのみたいな。寝てないやろ君たちっていう感じで、本当にガチでオールナイトで2公演やってる状態の子がほとんどでございます。はい、言うてなんだかんだ私もね、4時ぐらいまで起きてたんでね、早く寝てくれって感じなんですけど、今日はね何時に寝れるんでしょうか。寝ます、頑張って寝ます。はい、ということで、まあね、そんな感じで公演はね楽しくやらせていただいたんでございますけれども、今日はですね、ハーカの生誕祭でした。ハーカの20歳の生誕祭で、私も呼んでいただいてというか、はい、出演させていただきまして、お祝いさせてもらいました。で、まあね、ご存知の方も多いと思いますが、スピーチ、生誕祭のスピーチでですね、大江遥香が NGT の卒業をね発表するしました。はい、まあ少し前にハルルンから直接聞いてて、遥香ね卒業するんだっておしゃべり会で、ついにかっていう。まあなんかいろいろね、相談とかはまあがっついというよりかは、まあそのちょくちょくお話とかはしてたから、
なんかまあ本当にね、あまりこうなんだろう、そのもうなんか驚きとかそういうもの以上にね、ついにねっていう気持ちで、もうお母さんみたいな気持ちで、うん、そう。あとおしゃべり会会場なのはね、その私が選抜じゃないがゆえにね、一緒に活動することが少なくてですね、ちょっと同期の中でね、一人だけ遅れちまってんですよ、その聞いたのが。そうそうそう、でわざわざ言ってくれて、でその来月の生誕祭で発表するつもりなんだって、でひのちゃんもいてほしいんだっていうふうに言ってくれて、はい。まあなのでね、まあそれなりに長い時間覚悟する時間はあったわけでございますけれども、やっぱこう、うん、なんだろうね、寂しいね、寂しくはありますよ本当に。うん、で、寂しいけどね、まあみんなも同じ気持ちだと思います、寂しいけどね。でもまあ春がいろんなことを夢を追ってなのか、まあなんだろう、楽しそうにいろんなことやってるのはすごくね、見てても嬉しいので、だからこれからもね、いろいろ楽しんでやってくれたら嬉しいなって思いますよ、マジで。うん、ちょっと頭割ってないからね、何言ってかあんまよく分かんないけど、でマジでそれ本当にそう、新しい門出です、新しい門出、まあ門出は全部新しいのか、で新しい、うん、まあなんだろう、一歩なので、うん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 、はい。まあそれに伴ってね、2期生が2人になるわけでございますよ、来年からは、2025年からは2人だよ。歌クソ馬2期生になっちゃうね自分たちで言うのもなんですけど、うん、歌唱力最新3位5位の2人による2期生母数が減ることによって、あの平均値みたいなものがめっちゃ高くなる。いやもうほんとね、まあ、ちょっと、まあ、軽い冗談でございますけれども、そう、うん、なんかドロンジェラシーを2人でやるか、自然渋滞を2人でやるか、もうねワンパートずつだよ、ねえ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 なんてね、まあ冗談も言いつつ、まあ、生誕祭のね卒業発表ってどうしてもね、こうワクワクとあのガーン度合いがね本当にあのぐっちゃぐちゃになるのでね、まあ、NGT だと結構生誕祭の卒業発表少ないんですけど、まあでもね気持ち的には分かるんですよ、そのファンの方の前でね卒業発表したいっていう気持ちは分かるが、むずいよねそこはね、なんとも言えないね。うん、生誕のビンゴね、どうやって持っていこうか、ビンゴお姉さん頑張った、うん、そうビンゴネキビンゴネキだったんだけど、そうそうそう、ビンゴウーマンね、うん、
ああでも難しいけど、でも結構エンターテインメントとしてみんなよく頑張ったと私はなんとなく思ってるので、みんな褒めてください。自分で言うのもなんですが、私たちを褒めてください。あのエンターテインメントへの持っていき方がとっても上手だったと思う、あの客観的に見て。うん、あんまり大声では言うことじゃないので小声で言います。難しい。 いやそう、なんかその昇進されてる方を置いてくわけにもいかないけど、あの一生ズーンとしたままね、頭痛っ、ズーンとしたままビンゴ今頭痛くなった、急に痛い、そう急にね、あのね、そのズーンとしたまま、ビンゴ、藤崎美優ちゃんですってやるわけにはいかないですから、そこの塩梅ってとっても難しいんですけれども、やっぱ人前に立つお仕事している以上ね、そこはねやっぱまあさすがですね、そのみんなもう何年もやってると、うまい具合、頭痛、ちょっと急に、なんで低気圧、何これ、なんか刺さった、痛い、そういやだからちょっとそこはね改めてね、自分たちでもやっててね、あこの人たち本当に本当に頼りになるなというか、あ大好きと思って、うん、いや雨ね強いからね、うん、雨め強い。劇団超楽しかった、ちなみに言うと面白かったな、初めてやった、いや憧れだったんだよ、もともと今日 MC でなんかもともとやる予定だった MC を、まあ、なんかどうするみたいな、このまま行くみたい、このまま行くみたいな話になった時に、別にわざわざその MC じゃなくてもう春に、ま、丸投げしてマジであのね、もうエンジン終わった後の話、エンジン終わった後というかエンジンの時か、エンジンの時にあのごめんなさい MC MC もいいんじゃないので春に丸投げして、あの究極に二択でもやるみたいな話をしたら、もういいんじゃん劇団春カムラやろうわみたいな、春カムラ劇場やろうよっつって言ったら採用されて、だから春主役であの卒業発表も控えてるのに控えてるのにあれをアドリブで作りました。彼女はえマジで本当にあの一言も概要知らされてない、何役をやるのかとか、マリナさんの大金持ちのお話をするだとか、あのこうこうこういうオチでこうこうこうしてくださいみたいな、全くゼロで、一番最後の春カムラ最高だけ言ってねって言われたこと以外何も真っさらな状態でやって、あれですから、すごくないですか、楽しかったですよ、うん、春が言った通りにやって、そうキュウリの歌ね、私のキュウリの歌のキュウリの歌のハイライトとしては、一番最初は普通にあのキュウリがマイク近めで、で春が話し始めたらちょっとマイク離して音小さくするって、なんでそのちょっと歌い手としてのちょっとね、技術を使ったりなんだりなんかりしちゃったりしてね、本当にねもうおかしいでございますけれども、はい、そんな感じで、まあね、いろいろありましたが楽しかったですよ、総じて。うん、久しぶりに同期5人揃っての公演でもあったので、あまあみんなね途中で寝たり寝なかったりしてそう、まあしっかり休みつつもやりましたが楽しかったです。で明日はね、明日というかもうあと2分後はね、ユーハの誕生日です。ユハの誕生日、北村ユーハさんの誕生日です。おめでとう、20歳、お酒飲めるね。でユハの生誕祭ね、当日生誕祭は明日ありますので、はい、おめでとうします。うん、ぜひ明日の昼も夜も頑張ります。ちょっとね今日はもう寝ます、正直ちょっと無理、寝る元気はねあるんだ、別にね、そう元気ではあるのよね、ただねちょっと寝た方がいい絶対に、うん、寝ます。ユハユハはあれかな、
お酒強いかな、どうだろうね、うん、ということでちょっとね、なんだろう、ちょっとふわふわとけとけの状態でね配信してしまって申し訳ないんですが、はい、改めてね劇場を昼夜来てくださった皆様もありがとうございました。瀬田さんもとっても楽しかったです。はるちゃんはね大好きです。はるちゃんのこと大好き。誕生日見ます。13位第3、12位犬くんさん、11位源五郎さん、10位むつきさん、9位ゆきりん55さん、8位突破球さん、7位ひのひいのさん、6位東郷さん、5位しんいちさん、4位とどめるさん、3位ひよりげたさん、2位いちたさん、1位あずきさん、ありがとうございます。ということで、ありがとうございました。本当に、また明日よろしくお願いします。もう本当明日こそもしかしたらマジで配信できないかもしれんね、疲れちゃったね。じゃあ皆さん、おやすみなさい、バイバーイ、おやすみ村、寝る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 、ぐんないぐんない、夢の中でまたね、バイバーイ、おやすもー。